セムは、旧約聖書創世記の、第6章から11章にかけての、ノアの箱舟のエピソードに出てくる人物で、ノアの3人の息子のうちの一人。他の2人は、ハム、ヤッペテ。大洪水後、ノアが酔いつぶれて、全裸で寝てしまった時にヤペテと共に気遣って、上着をかけて隠してやり、これによって、ノアにヤペテと共に、感謝されて、祝福を受けたとされる。また、 大洪水の後他の兄弟と共に子孫を各地に広げた人物とされており、創世紀第十章の系譜によると大洪水後に、セムにはエラム、アシュル、アルパクシャド、ルド、アラムという息子が生まれ、それぞれが以下の民族の子孫とされた。これらの内アラムとアルパクシャドの息子はさらに植民を広げたとされ、アラムの息子たちはさらに以下のように分かれた。 次にアルパクシャドの息子たちの系譜は長くなるので一部中略。アルパクシャドから八代目の子孫がアブラハムで、彼やオイノロトはカルデアで生まれたが、中東に移住して、イスラエルエドムとナバテアミデヤンなどのアラビア半島の民族、ボアブラモンといった民族の祖先となったとされ、その後、創世紀によればセムは600歳で死んだことになっている。後の研究で、ヘブライ語、アラム語、 アラビア語やエチオピアの諸言語は、比較言語学的に、深淵関係にあることが明らかになり、アウグスト・シュレイツーによって、この、セムの子孫たちの神話にちなみ、セム語と名付けられた。イエメンの首都、サナーを建設したと伝えられる。ありがとうございます。